フリーカはアジア新興国向けに三菱自動車工業が生産していた MPV である。フィリピンではアドベンチャー、インドネシアではクダと名乗る。三菱自動車が展開するダイナミックファミリーワゴンシリーズ。1997年に台湾で DFW の第一弾として発売された。ドアをはじめ多くの部品を二代目パジェロから流用している。 ワゴンの最上級グレードはスーパーエクシードである。エンジンは直列4気筒 1600cc の 4G32 型、2000cc の 4G63 型の核ガソリンのほか、2500cc の 4D56 型ディーゼルがあり、シムケチにより異なる。トランスミッションは当初5速 MT のみであったが、4速 AT が追加設定されている。 乗車店員は地域の税制により、1列目がセパレートシートの5人乗りから1.2列目ベンチシート、過失が向かい合わせの10人乗りまで存在する。マイナーチェンジを受けており、2004年モデルより一部の商用グレードを除き、ブーレーが青にフェンスリフトされている。台湾ではピックアップトラック仕様も存在した。ありがとうございます。